映る全てのことはメス。こんにちは。これどうしたの？違うです。ちょっと空いてたから乗りたくなって、ちょっと本当に申し訳ない。いや私のじゃないですよ。違うんですか？じゃあいいか、もう一回乗ろうかな。だいそのまずいと思いますよ。でも人の車が、すいません。あなた一体何者ですか？兄さん、兄さん、はい、兄さん、兄さん、違うんです。あの車の扉を閉めようとしただけなんです。違うんです。はい、はい、兄さん、違うんです。こうやってやれば閉まりますよ。ありがとうございます。ハッピー松岡さん、なぜ私の名前を。いや名前出てますよ、上に出てるんだ、うん、やはりこの町の住人は名前がわかるみたいですね。いや名前が上に出てるんですよ。名前が上に出てますよね。すいませんでした。隣の人の名前わかります？わかります、わかります、うん、それと一緒ですよ。わかります。はい、政治さんですよね。はい、政治です。政治です。あなたの名前は一体何なんですか？私、はい、私はダーマ。お久しぶりです。ああ、君か。久しぶりです。お久しぶりです。なんか随分珍しい。はい、2ヶ月ぶりに起きて来られました。改めてよろしくお願いします。ほう改めてよろしくと言われても、はい、改めてよろしくと言われても何を言ってるかわからない兄さんどっち側で話してるのどっち側で話してる。でも兄さんちょっとご迷惑をおかけしました。ちょっとカジノに行こうっつってみんなで、お邪魔した次第です。ああそうなんだ。いや私もカジノに遊びに来ただけで。みんなで遊びましょう、兄さん。いや、私は自分で一人で遊ぶから大丈夫です。松川兄さん。ルーレット、まだあるバイク。あるーしゃー。この前ギリギリやったからな。And another contender is trying their luck on the lucky wheel. パジェロ、パジェロ。ふざけんな、ふざけんな。クソゲー。あれ。あ。いいカードちょうだい。ゴミ。あ、負け。負けです。え、ある。なんやねん。キモ。なんやねん、キモ。マジで。キモ。弱。キモ。あ、キモ。キモ。キモーい。カモン。しね。キャノール側終わりました。了解、了解。サテさん、はい、
になっちゃいますけど、今度から武器の素材作るのってサプレッサーメインでいいんですよね。待って、もう一回。武器の作るのメインってサプレッサーでいいんですよね。いいよ、タップ、グリップ、カグマがどれも同じかな。今日はサプレッサー、普通のサプレッサー18個を作っておきました。電話出る。はい、もしもし。お疲れ様です。お疲れ様です。あの、VIP ルームで発砲されました。あ、VIP ルームで発砲しました。撃たないでください、カジノで。ムカついたんだもんだって。いや、まあ、外に出てからムカついたんです。あいつやってるんです、だって、はい、いや、まあまあ、ごめんなさい、ちょっといろいろあると思うんですけど、はい、気をつけてくださいね。あ、すみません。よく分かりましたね、私だって。あ、もう今なんか本当別件で、うんうん、撃った人間がいて、はいはいはい、その人が、まあ、あの、他の、まあ、いや、ウェスカーさんが、うん、撃ってるのを見て、うん、真似して撃ったらしいんですよ。その人のサプがついてなくて、あ、はいはいはい、あの、警察沙汰になって、今、警察に連れてってもらったんですけど、私はサプレッサーでハンドガンでめちゃめちゃ撃ちましたよ。まあ、で、一応、あの、駐車場があるから、その事件があったから、カメラ確認してってしてたら、うん、VIP ルームで銃撃たれてる。まさか。ストリートアート。あ、映って、え、監視カメラ。はい、あの、わかるのでね。お控えください。なるほどね。はい、よろしくお願いします。いや、私も、那島さん、待ってくださいよ。はい、私もね、打ちたくないですよ。はい、あ、そうですよね。打ちたくはない。おかしいですよ、でも。本当に。まか負け、今日はうまくいかなかったですか。今日もですよ。今日も。昨日はないか。今日、ん、もうずっとここ数日そうですよ。まあでも、それでも来てくださるっていうのはおそらくあれですよね。勝つこともあるからきっと来てくださってるんですよね。いや、負けたとしても行っちゃうのがギャンブラーの佐賀ですよ。やっぱ佐賀にも責任を持っていただいて。はい、あの、発砲だけは。発砲、わかりました、じゃあ。暴力沙汰発砲だけはね。暴力沙汰も、まあ、ナイフでしばくのもダメ。ダメです、ダメです。ダメなんだね。ダメです。そう、血が流れてしまうので、血を流さないでほしいと。はい、あの、従業員が血を掃除するために血が落ちてましたって僕に来るので連絡。なるほどね。はい、わかりました。壁にも打っちゃダメですよ、人じゃなくて。八つ当たりはするなということですね。あの、まあ、外でしていただいて、外ですればいいってことですね。わ、はい、かりました。外だったらまだ好きにしてい。外だったら大丈夫ということですね。はい、わかりました。外からカジノに打つのやめてください。あ、わかりました。外から外に打ってください。覚えておきます。わかりました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではでは。おもろすぎる。おもろすぎる。美容式じゃん。こんにちは。ちょっと失礼。あれ？君。今なんで連れてかれてるんだ？カジノで発砲したらしいね。なぜ知ってる？君がカジノでサプレッサーがない銃で発砲したせいで。カジノのオーナーに怒られちまった。どうしてくれんだ。このまま俺は沈められるってことか。どうしてくれるんだ。すまない、本当にすまない。なんでチャカ持ってんだ。チャカはずいぶん昔私は警察をやっていたんだ。実はほうだが、この町の警察に嫌気がさしてね。ほう、私は警察を辞めたんだ。まあちょっと辞めたというか、辞めさせられたというか、まあその辺はどっちでもいいんだ。初心者マークで銃持ってサプレッサーなしで暴れ回ったんだ。なってしまうな。事実上そういうことになってしまうな。あれ、今客船誰か並びに行ってるんだっけ。事実だけを取られるとな、ま、そういうことになってしまう。そういうことになるよな。そういうことになってしまう。それは今それは大丈夫そうか。はめられてる感じだよね、もう逆にねっていう。はめられてる。いや、オッケー。誰にはめられてんだ。はめられてるよってことさ、本当にすいません。そのせいで怒られちまってな、カジノオーナーに。すいませんでした。殺さないでください。せめてあんたたちのために何でもするから。いや別に殺さないでくれ。いや別に何でもします。すいません。チャカは、あ、ちょっと待ってくれる。ちょっと待ってね。すごいかっこいい。はい、もしもし。あ、マンさん、はいはい、ちょっとね、飛行場の件ちょっとやり直しだから、モズ戻ってきて。飛行場の件やり直し？うん、受注。はいはい、言っておきますね。うん、はいはいはい。はい。飛行場なんかやり直しらしいよ。
うん、だから新一郎だったのかな、わかんないけど、やり直しだから戻ってきてたって。電話のあれですね、あれだ、かっこいいや君ね、なんかあんまりよくまだ分かってないようだね。その今の君の頭についているものと何も分かってないようだね、どうやら。なるほど。で、警察で得た銃を使って暴れたってことなんだね、君は。ガンライセンスもないのに。ああ、なるほどね。すいません、沈めるのだけはやめてください。そうか、まだたくさんやりたいことがあったんです。そう、たくさんやりたいことがあったのか。おお、なるほど。何をしたいんだね。伏線も終わってるって。警察は腐ってると思いましてね。あ、意外とこのまま決めたって。動けるっちゃ動ける。警察は腐ってる。まだ入れんじゃん。警察は腐ってると思いましてね。あなたは発砲してたじゃないですか。そこは問題。別に私はあなたは悪いとは何も思わない。まだ取れる、まだ取れる。いや、一応私はムカついてディーラーにサプレッサー付きの銃で発砲はしてるけど。でもそれに関しては何も悪いと思わない。この町の本当の悪は警察だ。工場打ち合いなんだ。なぜなぜ警察が悪なんだ、君にとって。なぜならあなたたち何かつながりがあるんでしょう、カジノのディーラーと。あー、ディーラーというかオーナーとは。オーナーか、オーナーとだ。つながってますよ、それ。客ですから。そうだよな、この街はあなたたちの罪をもみ消しているか。もみ消している。いや、別にもみ消してないと思いますよ。そんなもみ消しはないです。すいません、あの勘違いです。いや、違うんだ。3人撃った人間がいた。なのに、私にだけ異常に詰めてきたんだ。あ、それは君がサプレッサーをもつけてない銃で発砲してるから。そうです、サプレッサーをつけてないのに言っちゃった私が。そうするとおまわりさんが発砲通知で来るわけですよね。発砲通知で来るんだよね。そうだ、発砲通知で来たんだよな。そうだ。だがしかし発砲してるのは3人、まあ発砲通知が1件だったとしても、うん、発砲のこの重みというのは変わらないだろう。でも証拠がないじゃんね。銃の弾痕がある、いっぱい証拠あるって言ってたけど、証拠がないことになってると弾痕があったとしても、だってその銃を押収しなければ、その持ってる人間の、この銃はなんかどっかに捨てといたから押収されてないはずなのに。なんで僕だけ捕まるの。あ、監視カメラに映ってたんじゃない。監視カメラに映ってたんだ。そういうことか。 あんたの他にももう一人走り去った男と横にいたのにな。だからそれは不渡客だからそういうことにならないんじゃないのか。そういうことに、そういうことだな。うん、全然だからかな。ちょっと待って。でもそれをもみ消した警察は腐っていると思った。ああ、なるほどね。あなたはどう思う、警察に関して。いや、私は警察は頑張ってると思うよ。頑張ってると思います。警察は頑張ってると思います。本当に。だから沈めないでください。何でもしますから、本当に。許してください。そうだな。じゃあ。もう何でも働きます。もう江戸のごとく、ごめんなさい。こ、面白いな、おめえ。本当ですか。タケ、タケ、はい、今どこにおる。タケってやつに拷問されるんだ、きっと私。タケ今忙しいか。タケやめてくれ、タケ。やだ。ちょっとうるせえな。ごめんなさい、静かにします。はい。タケ、ちょっと手に負えねえやつがいるんだよ。ちょっと手に負えねえやつがいて、そいつのことちょっと任したいんだけどさ。ちょっとだけ待ってくださいよ。オッケーオッケー。俺もう少しで飛行場着くわ。今タケ豊かでタケの馬になって走らされるとかかな。あ、はい、なんでしょう。今うちの部下呼んでるからよ。部下、あんたはかっこいいボスだからな。部下もかっこいいだろうな。何持ってんだお前。私はたくさんの縄を持っています。いいです、全然もう縄だったらいっぱいあげるんで。ちょっとお腹が減ったんで食べれるようにしていただけないですか。やべえもんは持ってねえみたいだな。ああ、優しい、ありがとう。ちょっと縄をいただきますね、うん、なんだ優しい、この人意外と優しいんだ。美味しいな。
すいません、もう大丈夫です。手錠つけていただいて。持ってってるアーマー、待って待って。あ、ちゃんとつけられた。持ってくるって言うのかな。意外といけるかなと思ったけど、全然ちゃんとつけられた。竹っていうのは何者なんですか。私の部下だよ。今その竹に何をされるんですか、私は。いや、ちょっと私の手に余るから、君は。うちの竹に面倒見させようと思った。面倒見させる。もう一生肉体労働だ。ここでね、終わりだ。ああ、なあ、この町に来てたくさんの人とたくさんの夢のある交流を、うん、あ、聞こえてますね、今の心の声。すみません、ちょっと。聞こえてるよ、全部。そうです。僕はもう。何でもします。肉体労働万歳。肉体労働万歳だ。でも君のせいで怒られたのは間違いないんだからさ。どうにすいませんでした。どうしようかなって思ったんだけど、それまあけじめはうちの部下にあの任せて、それで取らせるわ。君はそれ角刈り頭どうなってんだ、それ顔。あれなんですよ、帽子をかぶったら角刈りが突出してしまったタイプです。そうだから特殊角刈りってやつです。特殊角刈りってなんだ。かっこいいでしょ。特殊角刈りってのがあるんです。特殊角刈りか。なんだその。なんだ、きっとあれなんだ、竹ってやつにこの角刈りを全部取られて、アイデンティティをなくされた上で重労働させられて、最後には海に沈められるなんてこともあるんだろうな。いや、ちなみに言うと、初心者マークのついてる人間は死なんよ。死なない、うん、敵。なんか元気出てきたぜ。あ、ごめんなさい、本当に。ほら、痛い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 。桃から血が。飛行場取れました。から血が。でも昔高飛びの選手やっててよかった。結構桃強靭だからなんとかなってる。勝った。数学までだけどね。すいません、ここが漏れてましたから。また意外と竹全然来ないですね。ああ、今ちょっと仕事を。竹面の竹だ。竹は8035のさ、レギオンの横のさ、かっこいいな、この車かっこいいですね。駐車場みたいなところ来れる。レギオの横の8035の駐車場。はい、君、痛くないでしょ。痛くないでしょ。あ、まあ、多少の痛みは伴うが全然痛くないです。ま、ちょっと待ってください。全く痛くありません。ほら。おやすみ。実際痛くないでしょ。痛くないです。全く痛くありません。それ自分のあの自分の目で見てわからない、自分が痛いか痛くないか。ですよね。で、今は痛くないのよ、それ。うん。だから、その、まあ、俗に言う、その、無敵みたいなことなんで。無敵みたいです、私。無敵なんです。この無敵の男、放っておけますか。何でもしますよ、無敵だから。いや。生かしてください、だから。面白いやつだな、お前。本当ですか、本当ですか、あ、本当ですか、ありがとうございます。あ、もう打たないよ。うん、十分わかりましたもんね、私の筋力。
ません。お面白い角刈りだな。角刈りはこういうやつが多いのか。角刈り、面白い角刈りがいるんですか、まだ他にも。あれさ、角刈り来てる。タケ。めちゃくちゃ角刈り。こいつ、こいつな。はい、ちょっと。タケ、お前こいつちょっと任していいか。ああいいっすよ。これなんかさっきわし、ナシマさんに怒られたって言ったの。はいはいはい、こいつのせいらしいんだよ。なんでですか。なんかわしとウェスカーさんがサプレッサーな、サプレッサー付きの銃でディーラーに発砲したんだけど、こいつはなんかサプレッサーなしの銃で乱射したらしいんだよ。やばすぎやばい。でそれでナシマさん、まあ警察沙汰になったらしくて、それでそのせいでナシマさんから私とウェスカーさんに連絡があって、やめてくださいって怒られたんだけど、元を正せばこいつのせいらしくて。彼は何日目ですか。ちょっと大丈夫じゃないんだよ。何日目ですか。あー5日目か。じゃあもう外せんじゃん。外せんじゃん。これは外したらもう一瞬で捕まえるからだって言われてるんです、警察に。じゃあもうこっちしか生きれねえのか、お前は。ちょっとなんですか。しかも公務員じゃないねえな。しかも元警察官なんだろ君。元警察です。元警察。1年前ぐらいに警察をやっていました。1年前に警察をやって。じゃあ久しぶりに目を覚ましたっていう感じなのか。3日前に何か出来心で起きてしまって出来心で起きてしまって、警察をやっていたのはたった1日2日足らずです。で警察クビになったらしいんだよ。クビ、それはクビっすよね。うん、あのキャップとかいう男にお前は警察の不能さんだって言われましたよ。とんでもないやつですよね。で今そのまあ無敵じゃん。はいはいはい。だからそれを無敵だっていうのを教えてあげようと思って今こうやって。ああ超めっちゃ無敵だからね。全く痛くありません。こういう状況なんだよ。外してみるかい。なんか面白いことしたい。でもこんなも警察官にもならない、公務員にならないような人間、俺たち側ですよ。タケ、おもちゃにしていいよ。おもちゃやめてください。無理なんですけども。もう無理なんですけど。あー無理。やります。じゃあもうやるんだ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 。やります、やります。生きてくださいその代わり。もしもし、大丈夫だ、問題ない、全く問題ない、大丈夫だ。そんなテンションで喋んなよ。どこじゃねえかよ。大丈夫だ。大丈夫。めちゃくちゃいい人たちです、この人。本当にかっこいい。うん、最高にかっこいいです。うん、大丈夫、大丈夫。大丈夫です。それじゃあ。誰？ハッピー松岡って言うんですよ。え、ハッピー松岡は警察官を殺したいか。殺したいですよ。あ、じゃあもう行こう今日、俺たちと。殺したいです、警察。いいですよ、警察を欺くためだったら何だってしますよ、私は。任せろ。本当の悪は警察ですからね。もしかしたら、ね、以上の悪ですよ。あいつら金だけ持ってるからな。まあ、クズですよ、あいつら。町のために回さねえんだ、あいつら。結構ガチクズですからね、これは。相当ゴミだぞ。めちゃくちゃ本心で言ってます、これは。めちゃくちゃ本心なんだ。え、待って、これ全然。松岡撃っちゃ、松岡撃っちゃ、危ない危ない。危ない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 、殺される。あー、ここでここで楽しんでてもらうか。でもよく考えたら警察は私を人質として見てくれるかな。見てくれるさ、大丈夫だよ。あ、じゃあ松岡に言ってたし、こいつごと逮捕しちゃえばよくねってなんねえかな。大丈夫かな。大丈夫大丈夫大丈夫。多分あの評価が込みすぎて全部真っ白だ、もうダメだ。あ、こうか、こう治った。治りました、ありがとうございます。入ってくるな、入ってくるな。犯人はいるか。入ってくるな、犯人、人質いるぞ、人質いるぞ。いるぞ、いるぞ、いるぞ、待機しとけ。助けて。人質いるぞ、いるぞ、帰れ。助けて。あんちゃん。いる、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 いる。本当にいるって。疑うな、俺
俺をいるから奥にいるから今やらせてんだよ人質に。あれ人質にやらせてんだよ今。心ありだよ。もう一つだらもう一回だ。もう一回ゆっくりやれ。大丈夫だから頑張れますよ。人質だよこいつはどう考えても。だってやらせてるって言ってる。いやだって俺やんなきゃ、やんなきゃ撃つもん殺すもん。あそうなんだ。うん、やんなきゃぶち殺すよ。頑張れ。わかんないですわかんないか。ないようにちょっとあの頭が悪すぎてちょっとダメだじゃあもう俺がやろうか。ダメだちょっと全然ダメだ。俺がやってやるよ。もう頭がクラクラしてます。ちょっともう頑張れ。バレたね。なんとこの人たち警察じゃないですよね。警察だぞ。一応警察ではあります。警察だよ。これあげるよ。はいどうぞ。これでねリラックスしてね。ちょっとなんでかもう撃たれて死にそうなんです。あら撃たれて死にそう。はい、渡せない。頭が俺に来た間違えた。よいしょ。あーあ何何何ちょっとそれやめてよ。ちょっとねえ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 、あなた撃たれたって誰に撃たれて死んだの。いや多分なこれな俺ボブを倒す時に、うん、ボブから撃たれてんだよ俺たち。だからその時の出血かもしんない。いたちを起こしてもらおうか。本当だよ。ボブなんだよ。コンビニ店員ですよ。そうだボブだよ。無実の人を撃った。一旦起こしてもらおうか。コンビニを利用してただけなのに一旦起こしてもらおうか。人質の価値なくなっちゃったけど。ねえ、こう人質なしかな。おいおいおい。これは救急隊に信号送ればいい。救急隊に信号送ろうか。立派な人質にもなれなかった。なくなっちゃったね。どこいる？私だけ見えてないの。あ、こうしたらなるか。今ね。ああ、人質でーす。救急隊呼んでくれるか？見えた？見えない。見えない？見えない？俺私見えるんだけどな。もう一回じゃあ手錠するぞ。あ、来た来た帰ってきた。ありがとう。ラピスリオさんじゃないですかあなた。あ、はいラピスリオです。人質です。救急隊呼んだか。人質はね救急隊に運んでもらって私たちは私たちで行くか。うん。じゃあ。ちなみに車は？いやあのチャリだよ。あじゃあリオちゃんに追いかけてもらうわ。そしたら。じゃあ5分間アタック禁止。5分間、うん、あとヘリ禁止にしといて。ヘリ一応いないっすけど。まだもうヘリ来ないよな。あ、2つだからさ、条件。ああどうしました？クリーが置きっぱなしだけどどうしたこれ。あ、そこちょっと置いてるだけです、適当に。すぐ取り行きます。はい。結構いた車の警察官もいるんだな。遊んでんのかそれ。今遊んでるっすね、チャリで。チャリで遊んでるっす。じゃあ病院連れてあげてください。はい、お願いします。じゃあ32分でスタートな。休みなの？何ですか？今アホな警官を巻いたから迎えに行ってやる。さすがです。警官は全員いってー引かれた。危ね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 。まあ角刈りは体が強いって言うからな。大丈夫だ。さすがです。あんちゃんすぐ向かってやる。どこに行けばいいですか？あ、救急隊のところからレギオンに行っといてくれ。おい、なんちゃら科学とかないですか？ないわよ。お姉さん、結構美しいですね。どうですか？倒れる前に来てくれれば。倒れる前に。うん、怪我の状態だったら。美しい方だ。うん、ありがとう。になったりしません。ならないわよ。ならないみたいです。ダメだ。あ、じゃあこいつ結構、こいつじゃないわ。このお姉さん、結構硬いです、ね。まあ、ガードは硬いよ。なんせ公務員だからな。うん、お大事に、ね。家庭食ついてから。よし。うい、乗りな。こちらの自転車はいらないの？あ、こちらの自転車だ。こっち端っこにしときます。あー、自転車がー